皆さんこんにちは、シューポンキノコです。今回はですね、1000万ダウンロード突破フェスのイベント真っ只中ですが、このイベントってほとんどヒカキンさんフェスと言っても過言ではないほどヒカキンさん関連スキンが登場しています。僕が青鬼オンラインを始めたきっかけもヒカキンさんの青鬼実況を見てだったので、青鬼とヒカキンさんは切っても切れない絆を感じます。そんなわけで今回はこのフェスでどんなヒカキンさんのスキンがどうやって取れるのかをまとめてみました。どんなスキンがあるのかを見てみましょう。イベントボーナスのところですね。イベントボーナスはメダルの獲得に対しさらに割増してくれる機能です。ここにあるスキンをたくさん持っているほど割増率がアップしていきます。このラインナップ前からやっていた人だとすでに持っているものも多くありますが、今イベントで取れるものと今は取れないけどもしかしたら今後取れるのかなというものがあるので、そのあたりも含めてご紹介していきたいと思います。改めてこちらがイベントボーナススキンです。全部で19体あります。順番に行きましょう。まずはヒカキンスキン。こちらは前からやっている人はすでに持っているスキンで、今は初心者ミッションでゲットできます。3体ゲットでデカヒカキンになります。ヒカキンモアイスキン。こちらゲット済みなので確認できなかったのですが、ヒカキンの要塞隠しステージの報酬だと思います。こちら5体ゲットで金色になります。ちょっとヤバすぎですね。次はハチキンくん。こちらは今回の虹色のではなくノーマルのですね。ホーム画面にあるヒカキンバースデーの中の青鬼人狼で5回勝利でゲットできます。3体でキラチェンですが、今回は1体のみゲットのようです。次はドットヒカキン。こちらはガチバトルの期間限定連勝報酬にあります。2連勝でゲットできます。次が元祖うんこヒカキン。こちらは100人サバイバルの期間限定連勝報酬です。3、5、7連勝でそれぞれ1体ずつ3体で金色にスキンチェンジします。このスキンが初めて登場した時は衝撃でした。今回虹色になったスキンが登場しましたが、これからもパワーアップしてほしいスキンです。次はヒカキンシトウニ。こちらはボイスワードで音声付きのワードを出します。1000万ダウンロード突破フェス1のチャレンジでゲットできます。1体のみでキラチェンです。次が妖怪ヒカキン。こちらは今取れないと思います。2021年8月妖怪大戦争コラボでコラボの統一回報酬でした。でもこちらおそらくですが1000万ダウンロード突破フェス1が8月18日で終わり、その後の2のチャレンジで入るのではないかと思います。ボーナススキンの中にあるのでさすがにどこかで取れるようにしてくれるのではないかと思います。あくまで予想ですが来てほしいですね。次はシルバーヒカキン。こちらはヒカキンの要塞1階、3階、5階クリアでそれぞれ1体ずつ3体でゴールドヒカキンにスキンチェンジ。さらに進化の書でダイヤヒカキンに進化します。次はベビーヒカキン。こちらはヒカキンバースデーの中の青逃げを5回達成、青逃げ5を5回達成、ウサギの遺跡とヒカキンの要塞をクリアでそれぞれ1体ずつゲットできます。3体ゲットで神様ヒカキンにスキンチェンジです。ヒカキンさん、ベビーから一気に神様になる。次は誕生日ヒカキン。こちらも今はゲットできないと思います。2022年4月のヒカキン生誕祭イベントに登場した誕生日ステージでゲットできたスキンです。でもこちらも妖怪ヒカキンと同じように後半で誕生日ステージイベントを復刻してくれる可能性があると思います。こちらも予想ですが来てほしいなと思います。次はうんちくん。ペーパー三兄弟カラフルソファー。こちらはヒカキンガチャでゲットできます。僕はまだなんだけど、うんちくんは進化もできて王様になります。めちゃかっこいいです。次はマルオ、モフコ、ムシオです。僕モフコを持ってなくてスキンの画像じゃなくて申し訳ない。こちらはファミリーガチャでゲットできます。僕もそろそろモフコが出てほしいところだな。次は虹うんこヒカキン。こちらはウサギの遺跡7回突破とヒカキンの試練チャレンジで計10体ゲットできます。10体でキラチェンとなります。次は虹神様ヒカキン。こちらは1000万突破フェス1のチャレンジで計5体ゲットできます。5体ゲットでキラチェンになります。
最後に虹八金くん。こちらは宝箱から出る、コラボメダルのガチャでゲットできます。毎日動画視聴で、5連ガチャが5回無料で、回せるので、お忘れなく。イベントボーナススキンをご紹介しました。イベントは、9月4日まであるのですが、1000万突破フェス、1の終了は、8月18日までなので、お忘れなく。それじゃ、青逃げ5をやっていきましょう。こちら新マップです。ちょっと夜中にやってました。行くぜー。なんか黒々とした通路です。新マップは3回目くらいだと、思うんだけど。化石の発掘場所のイメージのようです。ほら、恐竜の骨がありますよね。この新マップは、1000万ダウンロード突破フェスの、イベントで登場したものです。8月4日から1週間ごとに、青逃げ5、ガチバトル、青鬼人狼に、それぞれ新マップが登場するそうです。青逃げ5とガチバトルには、もう新マップが登場していて、8月18日に青鬼人狼にも新マップが、来る予定です。今回追加になった新マップは、期間限定のものではなく、定期的に登場する予定だそうで。期間限定でない通常マップは、どのコンテンツにも久しぶりな感じですね。そしてこの青逃げ5の新マップは、数回やっただけですが、なかなかに鬼畜仕様となってます。袋工事が多いんですね。鬼に追われて逃げていくうちに、そこでやられてしまうと、蘇生も難しくなります。鬼が来ましたね。恐竜の化石発掘所の、雰囲気にあった、冒険家鬼、発掘家鬼、処分していたよ。まさにぴったりの、神のようなラインナップの鬼が、登場します。いや、すごすぎですよね。ちょっと鬼を引きつけよう。この2体、兄弟ではないかと思うほどそっくりですよね。注意なのが、この上、一止まりなので、右に行きます。こんな感じで、一止まりに注意です。と言ってるうちに、バルブは突発。あと見えにくいですが、この青いところって足が遅くなります。地面にも、登録回ステージなどにあったのですが、遅くならなくなってしまったので、久しぶりの復活ってところでしょうか。最後に見したのバルブは、誰か開けてるかな？おお、解除できましたね。皆さん優秀です。それじゃ、出口のボタン連打に行きましょう。もうすぐ3体目のドグウッディが、出現しますね。早く出口を解除したいところ。蘇生頼ります。ドグウッディ出現ですね。っていうか、この発掘所から出土したって、感じ？出口ゲートが開いたね。皆さん脱出できる感じかな？2人出ましたね。蘇生ちょっと待ってくださいね。もう一人も引かれてるかな？やられましたね。ちょっと待ってください。このまま出口に向かっていけば、脱出できそうだね。あ、鬼が近すぎたか。イシスさん脱出させる間に。よっしゃー、イシススキンさん、頑張って。あと少し、みんなで出ましょう。よっしゃー、これは5いけそう。やったー、青逃げ5です。新マップ、なかなかにヤバいですよね。今回は、1000万ダウンロード突破フェスで、取れる、ヒカキンさん関連スキンと、青逃げ5の新マップを、やってみました。まだまだイベントは熱いですね。盛り上がっていきましょう。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。